ライチは赤い色が非常に魅力的で、本当に香りが良くて甘くて、肉厚で、食べたことない人にとってはですね、すごい感動のある商品なので、糖度15度以上とは明記してますけど、18度あるやつもあります。でも甘いだけじゃやっぱりこう魅力は伝わらないので、やっぱ酸味と甘みの調和かなって思っているの で2番目にはですね、肉厚っていうところですね。 50g 以上のゴルフボールより2回りぐらい大きいやつ、食べると分かるんですけど、深いコクがはっきり出てきますね。濃ゆいなっていう感じしますよね。そうと、もう一個はですね、大きくなればなるほどですね、香りもパーッと入ってきますね。大きいのに関してはずっとその香りがですね、ずっと残りますよね。また特にですね、父がですね、ライチ栽培を私より先にしていたので、それをまあ一粒いただいて食べたら、めっちゃくちゃ甘くて、濃厚で美味しかったんで、もうこれはやるしかないと、まあ勢いでやってしまいました。そうですね、まず、基本なマニュアルがないので、でまあ育ててみると結構四苦八苦してたんですけど、全部がまた経験してのやり直しの繰り返しでしょうか。久米さんはもう宮崎県のものだけ使ってますね。初めて使った時はやっぱりもう、まず身が綺麗で、すごくプリプリ、包丁入れた瞬間にもう果汁がシュッと弾けるような感じだったんですけれども、大粒ですごく真っ白で綺麗で、わあもうこんなに繊細な味がするんだと思って、もう全然色も違いますし味も違いますし、もうなんか別物じゃないですけど、それぐらい違いはありますよ。お客様からも好評もありますので、あ本当にこれって国産のライチなのみたいな声もいただくんですけども、まあ、美味しさに驚いて帰られる方は多いです。今年はもうその旬の時期にちゃんと合わせたので、もう絶対自信があったから、やっぱり自分たちはこの一番美味しい状態を知っているので、だからまあ一番美味しい時期にみんなに提供すると、一度ですね口にしてもらって、その味わいをですね実感していただきたいと思います。